t b ボーイは1983年10月に学習研究者から発売された家庭用ゲーム機。価格は8800円。相性はコンパクトビジョン。本体色は白。電源スイッチの他にゲームを中断するポーズボタンがある。コントローラには本体一体型のジョイスティック形式が採用された。左手で本体向かって左の取っ手をつかみ、右手で t 字型のジョイスティックを握る形となる。ボタンは2つあり、左の取っ手とジョイスティックのそれぞれ親指で押せる位置についているが、どちらも同じ入力で内部的には1ボタンである。コントローラーの増設はできず、2人プレイするときは交代することになる当初、学研ではホビーパソコンとゲーム専用機を同時開発していたが、結果的に市場に投入されたのは、 ゲーム専用機である本機のみとなった。本体価格が安価に抑えられているのは、カセットビジョンと同様に CPU を本体側に持たせていないためで、代わりに CPU とメモリと周辺回路が一つのチップになっているワンチップマイコンの MG6801 がゲームカートリッジに搭載されている。ソフトは6種類が発売された。各三千八百円。 ABC コアムックシリーズナンバー682電子ゲーム懐かしブック P61 ABCD 山崎勲、家庭用ゲーム機コンプリートガイド主婦の友インフォス情報者2014年ピアニッシモ58 145ハット AB テレビゲームファーストジェネレーション第2回 TV ゲームグラフティ1984年日本編ファミツー .com 2012年12月14日 ありがとうございます。